里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。こんばんは。そう。アップされる時間夜なんですよね。そうです、はい。はい、奇跡の7時15分っていうね。はい、そうですね。はい、ちなみにあの7時から豊さんのチャンネル更新されてますから。はい、先に一足先にね、そっち見ていただいて。そうそうそう、豊さん見て僕に来たらちょうどいいですから。はい、はい、そうですね。で、今日なんですけど、佐藤さんがなんか、はい、野球じゃないことにまでなんか言いたいことがあるっていうふうに。そうなんですよ。だからもう新しい企画考えてきました。お、佐々木智也、はい、他競技にもおせっかい言っちゃうよのコーナーです。新企画。もう野球を飛び出して、はい、詳しいですね、いろんな競技。これはもうですね、うん、もう全てはですね、はい、まあ、これ見てる人はいるかもわかんないですけど、はい、テレビ朝日、うん、まあ、もしくは系列、はい、グッドモーニングっていう朝、まあ、関東地方では4時55分から8時までやってる生放送の火曜日、はい、スポーツコメンテーターやっております、はい、あとこれ全国放送じゃないんですよ。大阪近畿の人は、はい、おはよう朝日ですやってます。あ、そうなんですね。でね、名古屋はね、どうですかかな、うん、とかいう番組やってて、はい、やられてるのはですね、関東、あと広島とか中国地方、愛媛、はい、沖縄、はい、東北、あとまあちょこちょこやってますけど、はい、全国じゃないんでね、ほぼほぼ、ね、ほぼほぼやってるんですよ、これ朝の番組 ね。佐藤さんそんなの見たことないよっていう人は、はい、その放送エリアに旅行した時にぜひ火曜日朝6時から見てください。お願いします、はい、お願いします。ちょっと朝早いですが起きていただいて。はい、そうです、そうです、はい、はい、で、なんか今回、ゴルフの大会、はい、ビザ、三井住友ビザ太平洋マスターズですね、はい、ありましたね、はい、はい、御殿場のね、はい、金谷選手が、はい、アマチュアでね、したんですけど、はい、なんかそれについてもなんか言いたいことがあるって。めっちゃいいことじゃないですか。アマチュアの方が優勝してわーっていう。そうなんですけどね、はい、ちょっと言いたいことがあるんですよ。そうらしいんですよ。なんでしょう。いや金谷選手が、まあ、アマチュアなんですけど、うん、その三井住友ビザマスターズで優勝したんですよ、最後、うんうん、大逆転で、はい、僕もテレビ見てましたけど、それで確か優勝賞金が4000万円だったんですよ、はい、おー、4000万ですよ。あー、すごい。でも、うん、ゴルフはアマチュア賞金もらえないんですよ。え、その4000万円もらえないんですか。もらえないんですよ、アマチュア選手は賞金もらえないんですよ。だ、規定で、はい、その次の選手たちから分配されるんで、はい、まあ、2位に外国人の選手が2位になったんで、はい、その選手がもし彼ちょっと分かんないですけど、単独だったら4000万その人です。で、そのだから、その3位以下の人がその2位3位って順作りになっていって、はい、まあ、下にはアマチュアの人いるんですけど、はい、アマチュア の人を抜けた順位で分配されるんですよ。アマチュアの選手はもう名誉だけです。うわ、名誉と経験です。4000万が、はい、そうなんですけど、もうこれにね、はい、物申したいっていう、はい、まあ、それ規定は仕方ないと思うんですよ、うん、でも、はい、プロとしてアマチュアに負けてその額もらったらちょっと恥ずかしくないかなっていうね。あ、まあ、確かに2位なのに1位の人がもらうはずだった賞金もらっちゃうっていう、はい、まあ、もらえるに越したことないですよね、うん、もう嬉しいと思いますけど、まあ、でも、まあ、まあまあ負けたわけじゃないですか、はい、だからね、新しいルール考えました、勝手に。待って待って、ゴルフ界のルールまで考えちゃうんですか。勝手に考えました、はい、だからもう言ってるじゃないですか、はい、他競技にもおせっかいって言って勝手におせっかいですね。そうです、はい、言っちゃうよっていうね、はい、すいません、ゴルフ関係の皆様、はい、楽な気持ちで見てください。まず佐々木勝手なこと言ってんなって見てください。ふーんってなって、そうです、そうです、はい、真剣に受け止めちゃダメね。まあ考えたんですよ、はい、でこれ、まあ、男女含めて1年間そのプロのね競技行われますけど、はい、全ての大会でアマチュアは賞金もらえないんですよね、はい、だから、まあ、今回は金谷選手がね4000万でしたけど、別に40位とかでも、まあ、10何万とか20何万、はい、本当はもらえてでも、まあ、それがプロの選手の次の順位の人に行くんですよね、はい、だからここはですね、その1年間のトータルでアマチュアが本当は獲得するはずだった賞金を全部アマチュア育成協会っていうのを立ち上げて、はい、そこに寄付しましょう、全部。お、1年間のトータルを。え、いいじゃないですか。いいでしょ。でそれをプールしてゴルフ界のジュニア育成のために年一で大会開けましょう、そのお金で。だって結構アマチュアの方も賞金ってそう考えるとかなりたまりそうじゃないですか。そうです、そうです、だから過去だとね、うん、宮里藍選手がね、はい、アマチュアで一番最初宮城のなんとかゴルフってやって優勝したりとか、はい、あと勝美波さんとか、
あの石川遼君とかもアマチュアで優勝した経験あるじゃないですか、はい、だかそれを全部そのアマチュア育成団体っていうのを作ってそこに全部プールしておいて1年間の、はい、でその溜まったやつをその年1回だけでそのジュニア育成のためにアマチュア選手のオープントーナメントをそれに開催するっていう、でまあもちろんそのお金じゃね、そのアマチュア選手の活躍次第なんでちょっとこう上下あるじゃないですか、はい、だからあの足りない時も絶対あると思うんですけど、うん、その時はもうあのすいません、あのジュニア育成に力入れてるスポンサーの皆さんちょっと助けてくださいで助けてもらって年一でやっていくと、はい、これまあどのスポーツもそうですけど、やっぱりジュニア育成っていうところにやっぱ最近すごい力入れてるじゃないですか、うん、でそれであのゴルフ協会も今年ね渋野選手ね、はいはい、あの全員勝ったりとか、うん、あとまあね松山選手とかもね、あの ZOZO でね、はい、もうちょっとでタイガーウッズに勝ちかけたっていうところでね、まあ、未来に向けてもどんどんこのゴルフ業界育成していきたいから、それを育成に回すのは僕はありちゃうかと思ってるんですよね。いやこれ多分賛成する方多いんじゃないかな。悪くないでしょ。いいと思います。 だって自分であの手に入れてない賞金をもう本当に関係ない人がもらうより、うん、そっちの方々のために使った方が、はい、でもっと自分もね本人もアマチュアだから、はい、だからあの年間いくら以上獲得した人はシードですね、その大会。あ、いいですね。いいでしょ、はい、アマチュアでも、うん、それ必要このラインを超えて獲得してそれを寄付した選手はシード。そうです、ね、あとは予選、うん、あ、すごいいい案です。いいでしょ、はい、いやでもなんかその金谷選手とかアマチュアでもらえなかったじゃないですか、うん、どんな気持ちなんでしょうね。普通だったら4000万手に入ってるはずが、でももう多分最初から僕らはもったいないと思いますけど、はい、多分出てる選手たちはもう最初からもらえないんで頭ないですよね。あ、だからその名誉と、はい、そのやっぱ結構自信ですよね。あ、そうはかなり大きいと思いますよね。でもまあそれだけじゃね、うん、せっかくなんで育成しましょう。そうですね、これですゴルフ業界のおせっかいです。はい、いやこれは多分いいと思います。悪くないでしょ、はい、そんな言うほどね、うん、そんなとんちかなこと言ってないでしょ。はい、もちろん多分その育成協会作るのにいろいろな細かいところって大変だと思うんですけど、でもなんとかしたらその賞金でガッと集めてできそうです ね。だからあのすごい集まる可能性もあるし、はい、でそれは育成なんで、うん、まあ、もちろん順位もつくし優勝っていう箔がつくけど、はい、別に賞金があるわけじゃないし、うん、まあ、全ては全部そういうのに使うっていうね。ああいいですね。まともなこと言うしょ。はい、さすがですよ。いやあるんですよ、はい、その文句言うだけじゃないんですよ、はいはい、であの今回ゴルフこれ言ったんですけど、はい、なんかお相撲の量以外とかでも何なんですか。相撲もあります。はい、え、何でしょう、はい、相撲界にもちょっとおせっかい。はい、今回多分九州場所だったと思うんですけど、はい、白鵬がね、うん、優勝見事に、はい、優勝して、うん、まあ今年もうこれで6場所全部終わったんですかね、はい、相撲界のね、これ言いたいことあります。はい、はい、何でしょう。新聞にも載ってたんですけど、白鵬の勝ち上げがひどいっていうね。あ、もう勝ち上げじゃなくてエルボーちゃうんかみたいなね、はい、あとは横綱の品格に欠けるとか、はい、そこまで済んだとか、うん、見苦しいとかっていうその、まあ、協会内、はい、もしくはファンの皆さんからのね、いろんな厳しい意見がありますけど、うん、もう里崎の個人的意見は、はい、ルールとして反則じゃないんだったらいいやろっていう。あ、まあ確かにそうですね。もしこういう動きがダメならルールじゃ作ればいいじゃんっていう。そうだ、だから横綱は品格に欠けるからダメ、まあね、その、まあ、相撲は歴史的文化がありますし、はい、そのなんかわびさびとか、うん、風格とか、はい、横綱としての品格とか、うん、そのまあいろんなね日本的美の文化がね、美徳のあるのは承知です、うん、承知ですけど、はい、もう外国人力士もいっぱい入ってきてる中、うん、多分これからも増えます、はい、もう多分無理ですもうそれはもう教えても無理です。それなんでかっていうと、やっぱハングリー精神があると思うんですよ、はい、その日本っていう異国に来て、この相撲っていう世界の中でもう一肌も二肌も上げてなんとか生き残っていってやろうっていう時に、まあ年6場所のまあ1場所15試合しかないわけじゃないですか。15場所の中でその一場所勝つのってすごい大きいと思うんですよ、はい、そうなったらルールの範囲内で勝ってやろうって思うのが、まあスポーツアスリートですよね。うん、で横綱になったとしても結局は勝つことでしかスポーツ界って評価されないじゃないですか、はい、でそれを、まあ、勝ち星を伸ばしたりとか記録作りたいとか、うん、まあもちろんね分かります、厳しいご意見、横綱はダメや、分かる、もう重々分かった上で言ってるんですよ、避難を覚悟でね、はい、でもそれだったら横綱は勝ち上げ禁止、これ入れましょう。まあ、もう確かにそうルールで決めれば分かりやすいでしょ。そうですよ、もうその方がね、はい、うん、だからそこをもういや
もうやめてって言ってるのに、うん、もうカジャ箱をカジャゲやめてって言ってるのにもう何年も言ってるんですよ、はい、僕何年も聞いてるんですけど、はい、でもやめてくれないじゃないですか、はい、そのなんでかっていうと多分箱王としてもいや反則じゃないじゃんっていう思いがあるんですよね。まあそれはそうですよね、はい、うん、でもっと言ったら、はい、カジャゲ来るんでしょ、うん、それ防ぐ方法を教えましょう。なるほど。だってかち上げ最強だったら全員するじゃないですか、はい、でもこれ朝のグッドモーニングの中の方に聞いたんですけど、はいはい、なんか稀勢の里には白鵬もかち上げしなかったらしいですよ。え、なんでですか。その稀勢の里はかち上げを来た時に、はい、そのかち上げを跳ね上げて浮いたところで入っていくっていう技を持ってたらしいですよ。そうなんだ。だからなんか白鵬も誰にでもやってるわけじゃないらしいですよね、はい、その通用する相手にしかやってないらしいですよ。だやっぱり白鵬選手も勝ちにいってるわけですよね。そうですそうです、うん、真剣に。ああ、だからまあね、その前世紀みたいに、はい、まあいらっしゃいゴーゴーみたいなのは、まあ、力落ちてくるじゃないですか。その中でもやっぱりその相撲を取っときたいっていうとかね、やっぱ勝ちたいっていう思いがね、そのルールの範囲内の勝ち上げになってると思うんですけど、誰にでもやってるわけじゃないらしいです、はい、その勝ち上げが通用しない人にはやってないらしいんですよ。っていうことは、はい、勝ち上げ来たらそれをかいくぐって勝つ方法をやった方が良くないですか、うん、しかもやってくるって分かってたら対策しやすいですよね、うんうんうん、それがいいでしょ。そしたら通用しなくなったら使わなくなるんですから、はい、多分ね通用しすぎてるんですよね、はい、それを防ぐ技を持ってる方がいないから使わないです。あとなんかエルボーやないかっていう人いるんですけど、はい、うん、もしそれが反則だったら行司が「あ、ビビー反則負け」ってねやらなきゃいけないけど、はい、まあ、それが反則じゃないからやってくると思うんですよね。だからもうやめさすんだったら反則にするか、うん、やめさせられないんだったら対応しましょう。そうですね、はい、まあ、対応策を考えていかないとな、品格って言っててもちょっとざっくりしすぎちゃいますね、はい、あともうこれから本当にね、うん、多国籍でね相撲もやっていくんで、はい、多分伝わらないところあると思うんですよ、うん、だからその時代が変わっていくんで、はい、そこはもう対策しましょう、はい、相撲界おせっかいすいません、はい結構時間いってるんですよ。なんかもう一つ言いたいことあります。あります、あります、いきます。言っちゃいますか。はい、あります、はい、フィギュアス、フィギュア、はいはいはい、いや、なんですかフィギュアとか今日本じゃみんな頑張ってて、はい、はい、いいじゃないですか、はい、フィギュア関係者ファンの皆さんすいません、おせっかいです。はい、今ですね、グランプリファイナルが今度行われるんですけど、それ6人出るんですけど、はい、日本人ではヒーラーさんがね出るんですよ。よく知ってんなと思うんですけど、これもね朝のテレビ番組グッドモーニングの情報のおかげです、はい、ありがとうございます。そこで、はい、すごい急いでますね時間が、はいはい、そこですね、はい、ロシア勢4人出るんですけど、はい、もう4回転がすごいですよ。もう女子ももう4回転時代になってきて、はい、もう4回転飛ばないと勝っていけなくなってきてるんですよね、うんうん、でそうなってきた時に、まあ木原さんは NHK 杯は、はい、このグランプリファイナルに出ることを大前提にあまり無茶しなかったんですよね、はい、で確実に出れました。でここで勝負ですと、うん、って言った時に、まあ、キーラさん本人も言ってたんですけど、うん、もう4回転を飛ばなきゃいけない時代になってきて、うん、その自分の限界を超えていかなきゃいけないみたいなね、うん、っていうところでその4回転サルコーをね演技の冒頭に取り入れるらしいんですけど、はい、もうこれ飛ぶしかないんですよね、うん、ファイナルでは、はい、そこを見といてほしいんですよね僕は、はい、でも飛ぶしかない。でももっと他の4回転じゃなくて、まあ、3回転半、うん、とかをきっちり決めて全部きれいに決めて点数上げるっていうのもいいんじゃないですか。きれいに決めてほぼ完璧の演技をして前回負けちゃったんですよ。ああ、まあ、フィギュア持ち点があるんで、はい、その持ち点を完璧にしてもそれ以上ってなかなか行きづらいですよね、はい、だからまあ持ち点でこの前の木浦さんが231点ぐらいだって、はい、ロシアで241点ぐらいあるらしいんですよ。ああ持ち点が、はい、そっかってなった時にそれはやっぱりこう詰めていくには4回転ジャンプしかないらしいですけど、うん、でもですね、うん、この4回転ジャンプをプラス、はい、トリプルアクセルをシニアで、うん、その1演技内の中で両方成功した人は過去までいないんですよ。へえ、これをねグランプリファイナルでチャレンジするかもわかんないですよ。っていうかしてほしいですね。うん、いや成功したとこ見てみたいですね。ああ、そしたらシニアで初なんですよね、はい、そうすると一気にねバーンっていける可能性もあるし、うん、でもまあ北京オリンピックまで、はい、まあ、この多分ロシアとのライバル関係は変わらないと思うんですよね、うん、でそうなってきた時に、まあ、すごい厳しい言い方ですけど、はい、今回グランプリファイナル負けたとしても、うん、トライした方がいいと思うんですよね4回転は、うん、でトライして結果うまくいけばいいし、はい、ダメでもそれは未来への投資なんで、うん、それはまあ本人は分かってると思いますけど、はい、そういう、ね、姿勢をね、うん、この見てほしいっていうグランプリファイナル、はいはい、絶賛放送されます、はいはい、この YouTube では放送されないですけど
あのそんなの言われなくても分かってるよ、フィギュア界おせっかいです。はい。